こんにちは、霊夢です。マリサだぜ。今年もクリスマスガチャが来たということで早速引いていきたいと思います。新春までガチャはスルーしたかったが、ラインナップにグネビアが入っちまったらそりゃ引くしかないわな。10連目。今回も100連を目安に引いてくよ。今まで全く引けなかっただけに、この絶好の機会に是が非でもゲットしておきたいぜ。よし止まった。さあ最初のキャラは誰が出てくる？まさかしょっぱなから出るとは思わなかったぜ。これでグネビア難民無事脱出。こっちは進化だけどスライドできるらしいから、後で神化にして早速神殿行ってきます。そしておまけの関羽も出て幸先いいスタートだな。関羽は直近の情報修正で強化されなかったしワンチャン重進化あるかもね。そして星玉、新春ガチャに合わせて貯めておいたからな。まだ序盤だがここは強力に狙っていこうじゃねえか。20連目。目標は達成したけど、他にもクレパと持ってないしミカエルも一体は欲しい。あとはモーツァルトも艦隊組めるくらい欲しいので、まだまだ引いていきますよ。一体いつになったら戦隊シリーズキャラたちは重心化するのだろうか。こいつもラック次第じゃ20くらいいくんじゃねえか。ラック4はまだ許せるな。これで影光はラック19になりました。30連目。今度はなんだ、クレパとか持つお願い。対象キャラと思わせてからの未所持パターン。回収できたのはありがたいけど、今はクリスマスキャラに専念させてくださいな。まあでも一滴強キャラだと思うし持ってて損はないキャラだぜ。40連目。グネビア2体目。そしてこれは求めていた神化の方だな。これで進化と神化揃ったな。さっき出たのはスライドさせなくても良さそうね。欲しかったグネビアがすでに2体も。まるで夢のようだよマリサ。50連目。あれだけでなかったのにこれで3体目、一夜でこれほどまでに状況が一変するとか、人生わからんもんですな。ガチャも割と持ってるが玉露での貢献度あるから、混ぜずにはいるがこれで全部合わすとラック25。今のとこ爆死もないし順調ね。60連目。グネビアさんそろそろお腹いっぱいなんですが、お前が欲しい欲しい言うからお姉さんオーバー振る舞いだな。70連目。いや正直一体出れば十分なんで今度は他の頼みます。狙うは持ってないクレパとか最優先。ほら見ろ、お前がそんなこと言うからお姉さんへそ曲げちまったぞ。運営さんのご好意は素直に受け取っておくもんだぜ。すいませんでした。なのでこの星玉でどうかくれたとお願いします。今回星玉は期待できそうもないな。80連目。めちゃくちゃ久しぶりじゃないですか桜。情報修正で追従型貫通弾ついてからもめっちゃ使ってます。昔は武蔵と同じくらい引けてたが最近全く引けてなかったよな。出てくれて一安心。ラックも読んでまずまず。これで桜はラック30になりました。90連目。これまた久々のデート園。メインは一体しかいなかったからこれはありがたいですな。一応、アルファもいるけどいつか重心化してほしい。今は全く使わんけどいつかそんな日が来たらいいな。
ザックは低いが混ぜないから関係ないね。ラスト逆転目、星5は出るがクリスマスキャラが船以外来ない。あまり置いたくないんで最後にどれか一体お願い。炎上の両面持ち重心化の激戦区で、こいつはまあ使わんな。重心化して肩を並べるくらいにはなってほしいぜ。ラック後での排出はぶっちょぶね。110連目、あまりにも出ないんで少し追います。もうしばらくお付き合いくださいな。120連目、この星玉で本当に最後にするよマリサ。これで出なかったらしょうがない。また別のガチャでチャンスを待つことにします。これが本当のラスト。最後の最後でようやくクリソト初ゲット。はい、というわけでお送りしてきました今回のガチャ。念願だったブネディアとクレパと無事回収することができました。ミカエルとモツは出なかったけど持ってるからね。イラスト違いをゲットできなかったのは残念だけど、まあよしとしましょう。オーブも多少温存できたし、これで心置きなく新春ガチャに挑めるな。みんなは今回のクリスマスガチャで何が出たかな？コメント欄にて報告お待ちしております。それじゃあ、今回はこの辺で失礼します。ご視聴ありがとうございました。